かはたくさん疲れちゃったからちょっとお休みしてるんだよ。俺はコージ、妻のクロハ、マナ娘の空と暮らすごく普通のサラリーマンだ。そんな俺は今悲しみに暮れていた。長く入院生活を送っていた祖母が永眠したからだ。早くに両親を亡くした俺を育ててくれていた祖母は最後までひ孫の空を気にかけてくれていた。せっかくの初孫なのに遊んであげることもできなくてごめんね。せめて私の遺産は空の将来のために使ってほしいの。ばあちゃんありがとう。必ず空の将来に役立てるって約束するよ。その後すぐに祖母は亡くなり、俺は遺産を相続したが、やはりショックが大きく、しばらくは手をつけずに仕事に没頭することで悲しみを紛らわせていた。そして半年後、子供のための特殊保険。あ、そうだ、ばあちゃんの残してくれたお金そろそろちゃんとしないとな。半分は学資保険に入れて、残りは何かあった時のために。とりあえず通帳を確認するか。確かこの金庫に、なんだこれ、1000万あった遺産がほとんどなくなってる。そんな、なんでだ。だってこの半年ずっとこの金庫に入れてて一度も出していないのに、数十万ずつ何回にも分けて引き落とされてる。まさか。俺の頭によぎったのは最悪の可能性だった。金庫の中に入れていた緊急時用の金や他の通帳は手つかず、もしこれが空き巣の仕業なら他に手をつけないのはおかしい。何よりこんなに何度も通帳を持ち出せるのはクロハしかいない。それはほぼ確信に近かったが、何かの間違いの可能性にかけてクロハに思い当たる節がないか聞いてみた。おばあさんの遺産が。わ、私は何も知らないわよ。金庫もここ最近は開けてなくて。そうか、わかった。なら銀行と警察に行って調べてもらうしかないな。警察。ちょっと待ってよ。警察なんて大げさよ。何が大げさなんだ。1000万近くあった貯蓄が消えてるんだぞ。黙って見過ごせるわけないだろ。わかった、白状するわ。私が下ろしたの。最悪の想定が当たってしまった。クロハ、こんな大金一体何に使ったんだ。実家よ。うちの両親が店をやってるのは知ってるでしょ。最近うまくいってなくて、このままじゃパパもママも路頭に迷うって言うんだもの。だからどうしてもって頼まれて。でも持ち直したら必ず返すって約束したから。だから警察なんて言い出せないでよね。身内のことなんだから。つまりあくまで貸したってことなんだな。借用書は作ってあるのか。借用書。何よそれ。親子の間でそんなもの作るわけないでしょ。私の両親を疑うの。大体ね、私だって空に会いたがってるばあさんのためにお見舞いに連れて行ってあげたりしてたんだから、少しくらいもらう権利あるのよ。少しじゃないだろ、ほとんど全額渡してるじゃないか。うるさいわね。あんたがそんな器の小さい耳っちい男だと思わなかったわ。しばらくあんたの顔見たくない。私実家に帰るから。そう告げてクロハは一人実家へ帰ってしまった。そんな、俺は明日も仕事なのに、その間空をどうすれば。お父さん。俺は信頼している上司に事情を話し、しばらく在宅ワーク中心にしてもらうことに。すみません、家庭のことでご迷惑をおかけして。いやいや、君にはいつも頑張ってもらってるし、今はお子さんのことを一番に考えないとね。ところで、察しがましいようだが。なんでしょう。君も知ってるだろうが、遺産は共有財産ではなく相続した個人の財産だ。夫婦といえどそれを勝手に使ったのならそれは犯罪になる。奥さんの態度や義両親のこともあるし、解決したいなら弁護士にいらした方がいいぞ。そうですよね。俺の知り合いに腕の立つ弁護士がいる。必要なら紹介するが、どうする。お願いします。あの遺産は祖母の娘への思いがこもったお金なので。こうして弁護士の富士さんを紹介してもらった俺は事態の解決を依頼した。まずは僕の方で義実家の経営状況に関して調査してみます。その後奥様たちと話し合いの場を持ちましょう。2週間後、俺と富士さんは黒羽の実家を訪れた。ピンポーン。弁護士を連れて行ったことで俺の本気具合が分かったのか、クロハと義両親は渋々ながら家にあげてくれた。弁護士だなんて大げさな。話し合いなら家族だけでいいのに。お邪魔します。あれ、なんかこの家ってこんなに綺麗だったっけ。壁紙とか新しいよな。テレビやソファーもなんか新品になってるような。こうして話し合いが始まったが、確かにクロハに頼み込んでおばあさんの遺産を勝手に持ち出させたのは私たちだ。店の経営が厳しくてつい娘婿に頼ってしまった。男のプライドが邪魔してコージ君に言えなくて本当に申し訳なかった。金は必ず返すから訴えるとか離婚とかは勘弁してくれ。空の祖父母が犯罪者なんて君も望んでないだろ。それは、コージさんもご両親を訴えることは望んでいません。娘さんの将来のためのお金を返していただければそれで示談にするとおっしゃっています。そうか。なら店が軌道修正するまで待ってくれるよな。そのことについてですが、私の方で調査した結果、お店の経営は特に問題ないようですが。お父さん、どういうことですか。やべ。かといってあそこにある最新のテレビやレコーダー、家のリフォーム代金が払えるほどの利益は上がっていないようですが。聞く。まさか店の経営を立て直すためっていうのは嘘なのか。テレビやリフォーム、そんなことのためにばあちゃんの金を。クロハ、知っていて金を渡したのか。だって仕方なかったの。お父さんと母さんがそうしろって。悪いのは父さんたちよ。私は脅された被害者なの。脅された。何言ってんのよ。
もコージに黙っててくれるなら何でもするって言うから。じゃあお母さん、それは浮気？あ、浮気ってどういうことだ。クロハ、お前浮気までしてたのか。誰か来たぞ。来客のご予定が？あ、いえ、そのまさか。クロハ！ちょっと早いけど迎えに来たよ。君の行きたがってたフランス料理店予約が取れたからディナーはそこに行こう。あれ？あ、お客さん？あ、ケイ君、今もちょっと。はじめまして、クロハの夫のコージです。あなたはうちの妻とどういったご関係で？夫？うちの妻？はあ、クロハ、お前結婚してたのか？どういうことよ！あの時期に違うの？何がどう違うの？結局こうなっては言い逃れできないと観念したクロハと義両親は全てを洗いざらい白状した。あなたのおばあさんのお見舞いに行ってた時に研修医として働くゲン君に出会って、ソラとおばあさんが会ってる間私は暇だったからよく話をするようになって、それで相引きの間娘さんをご両親に預かってもらっていたんですね。はい、でもそのうちバレちゃって。まあ相手は研修医？じゃあ未来のお医者様なのね。それならコージなんかよりそっちと結婚した方がいいじゃないか。で、協力をしてくれるようになったんだけど、コージがおばあさんの遺産を相続したって知ったらテレビが壊れたから買い替えたいとか家をリフォームしたいとか言ってくるようになって、勝手に使うのはまずいって思ったけど、将来医者と結婚したらすぐに返せると思ってつい。なんて浅はかなことを。ばあちゃんやソラに申し訳ないと思わなかったのか。それはそうだけど。もういい、ばあちゃんの残してくれた金を返してもらえればそれでいいと思ってたけど、ソラを放って浮気してたとなったら話は別だ。そんな母親とソラを一緒にいさせられない。離婚してもらう。そんな、もう待ってよ。あなたは罪を犯しています。こちらはいつでも訴えることができる。そうされたくなかったら親権を渡すこと、使用した遺産はそっくりそのまま返すことです。もちろんきちんと書面にしてもらいます。クロハたちになすすべはなく、ほどなくして離婚成立。俺はソラの親権を勝ち取った。その後、使い込んだ金を返済するために家財や店を売却し、無一文となったクロハたち。家が、車が、店が、何もなくなった。なんでこんなことに。頼みの綱だった不倫相手の研修医は独身と偽っていたこともあり、すぐに捨てられたらしい。ふざけんなよ。不倫してたなんて病院に知れたら俺の出世に響くじゃねえか。しかも子供を放って会ってたって、俺が小児科の研修医だって分かっててそんなことする女、たとえ独身でもお断りだ。その後は家族3人ギスギスしながら極貧生活を送っているらしい。クロハのせいでこんな生活に。何よ、お父さんたちが欲を出さなきゃこうはならなかったじゃない。そんなことより持ち出しあげてしたってよ。わっちゃーん、わっちゃーん。俺はというと、お父さん、ソラと2人新しい生活を始めている。見て見て、パパの子、うちで買おうよ。川へ返しておいで。